そうですね、ドラゴンズ今リターナーが一番後ろに力っていうドラゴンズが一番の選手、はい、前半もこれより後半戦に入ります。後半戦は琉球ガーディアンライオンズのキックオフで試合が始まります。キッカーは11番巻塚が務めます。逆に彼に取らせないようなキックということをちょっと考えなければ。そうですね、その辺を考えてキックするかもしれないですね、はい、さあ後半戦今回3コーター逆転を信じてキックオフです。リバースプレイ左に展開していく。おお、しかしここはよく対応していました。リクガーディアンライオンズ。ホキアドラゴンズ、このリターンでリバースプレイを展開しました。リバース受けましたのは24番、24、カイン・キャスター。しかしこのリバース、ユースアジャストし、琉球ガーディアンズ、アジャストし、ボールオン自陣20ヤードで留めております。普段はオフェンスで活躍する選手ですけども、しっかりタックルしてましたね。さあこの、攻撃を取ったスピアカウント、そうですね、攻撃に走りたい。ここはディフェンス頑張ってほしいですね。トキアドラゴンズ自陣21ヤードからファーストオンチェーン。本来こんな感じだければね、ディフェンスと大きなラストが起きたりですね、相手のコミュニケーションが取れないようなね、ボールオン、ペーティーワン。さあ、これからベースマッチを皆さん、拍手などで応援していただきたいと思います。さあ、それでは沖縄グラウンドのファーストダウンです。ハイフォーメーションからフェイクを入れて、大谷ジャイアンツ、見事なタックです。何番でしょうか、今、37番。ここで沖縄ドラゴンズプレイアクションパスを投じようとしましたが、これを琉球ガーディアンズ37番が QB3、37番は王子、約7ヤードのロス。有言実行ですね。これは大きいですよ。6ヤードほど残した、7ヤードほど残したでしょうかね。沖縄ドラゴンズセカンドダウン17、ボールオンはオン30。さあセカンドダウンです。ちょっと前からモーション。さあ、この辺どうする？ランマー中央のランダー、これも止めた。ナイスティー。ここでドラゴンズランプレーを展開します。しかしこれはガーディアンライオンズアジャストし、ゲインは2ヤードに抑えております。頑張りますね。ナイスディフェンスですよ。いいですね、この後半戦ジェラシー。沖縄ドラゴンズサーラン15、ボールオン15。ここはドラゴンズの陣地14ヤードというところですから、なんとかここ止めてカウントでいくとハーフ以内からいくような気がしますもんね。そうですね、ファーストダウン更新されなければいいので。そうですね、まずは1ヤードでも前で、皆さんここの中でディフェンスをお願いします。頑張ってヘルス 2x2。ここはピスト体型からモーションしてパスです。フェイント、これはコーターバックキープ、そのままダウン、スカーブ、ナイスディー、ナイスディフェンス。ドラゴンズパスを投じようとしましたが、パスターゲット開かず、スクランブルもカバーされフォースアウトになります。まあ、コーターバックはそのまま走りましたけれども、うまく止めました。これはいい出だしです。リーグガーディアンライオンズドラゴンズフォースダウン12、パンフォーメーションを選択します。さあ沖縄ドラゴンズパントで陣地を回復することになります。フォースダウンです。とにかくですね、ボールがあまり飛ばないと。そうですね、いいですね。もう50ヤード付近にリターナーもセットしてます。パント、もう少しでパントブロックが、このバットシャンプだがそれほど伸びない。これはただバウンドはドラゴンズバウンドになりました。それでもドラゴンズ自陣脱することできず、自陣35ヤード付近でボールデッド、攻守交代。琉球ガーディアンライオンズ相手陣からの攻撃となります。攻守交代、このシリーズディフェンスに関しては大きいです。
ディフェンスが見事に琉球ガーディアンライオンズ相手陣40ヤードからファーストダウン、タッチダウンまで残り40ヤードの地点です。中央へのランプレー、キャリア10番中央突破を果敢にも図り約1ヤードのゲイン、キャリア10番は5ヤード、ゲインは約2ヤードです。琉球ガーディアンライオンズセカンドダウン8、相手陣38ヤードからの攻撃。ここは確実に進めていきたいところ、パスを選択するのか、ランを選択するのか、コーダバッド藤原がトップ側から左へのパス、パスだと、パス成功。コーダバック7番プレイアクションからワイドレシーバー86番にパスを通し約3ヤードのゲイン、ターゲットは86番ナング。そうですね、本来は取ってから走ってヤードを稼ぐパスだったんですけど、ドラゴンズのディフェンスほとんどゲインはありませんでした。ノーゲインによりサーダウン8となります。琉球ガーディアンライオンズ相手陣38ヤードからファーサーダウン8、ここはどんなプレーを見せるのか、ショットガンから、クォーターバック7番スクランブル、パスを投じようとしましたがターゲットを見つからずスクランブルに転じました。しかしゲインは1ヤード、フォースダウンと変わります。スクランブルしましたクォーターバック7番は藤原、今2ヤードほどのゲインでしたので1ヤードか、というところでした。フォースダウン、これギャンブルですね。琉球相手陣37ヤードからフォースダウンスタグプレーします。ギャンブル7ヤード前進試合と攻守交代になります。琉球勝負にいます。フォースダウンスタグギャンブル、パスは不参考、またイエローフラッグが出ました。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ターゲットは86番の南宮でした。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえ、ディフェンスとホールディングですね。審判の判定を、最終判定を待ちます。両者に反則がありました。オフェンスにホールディング、相手選手、ディフェンス側にラフィングザパサーの反則がありました。パスを投げた後のハードヒットです。双方に反則があったため先ほどのプレーは無効、オフサイド、したがってフォースダウンやり直しとなります。一気に奥へのタッチダウンということもあるのか、琉球ガーディアンライオンズ相手陣37ヤードからフォースダウン7、やはりギャンブルします。フォースダウンギャンブル、さあブリッツルックです。5人か、左に投げられない、パスは不成功。ここで選択はパスでした。ターゲットは86番、しかしこのパスはオーバースロー、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバー、攻守入れ替わりまして沖縄ドラゴンズの攻撃に変わります。ファールですか、失礼、ここでペナルティーがありました。反則が発生しています。ディフェンスに反則、パーソナルファール、不正な反則がありました。個人的なラフプレーの反則です。この反則は重大な反則と取られ15ヤードの抜体、したがってオフェンス15ヤード前進しオートマティックファースダウン、攻撃権更新、琉球ファースダウン10となります。口頭でもそうですけどパフォーマンスでも相手を侮辱したりするとパーソナルファールはラフプレー、あるいは侮辱するようなプレーがあった際に刺される反則です。モラルを問われるため非常に多く反則を課されます。琉球ガーディアンライオンズの攻撃続きます。したがって琉球ガーディアンライオンズ相手陣23ヤードからファーストダウン、なるほど、プレー終了後ですね、やっぱりね、これ終了後のファウルですね、なので攻撃権はそのまま沖縄ドラゴンズです。
そして反則が攻撃が終わった段階でしたので攻守交代は成立しています。したがって沖縄の攻撃に変わります。沖縄のファーストダウンテン、ファーストダウンテン、ショットガンからオーテン、あ、これまたフランスが出ました。よく止めましたね。ここはロスタックルになっておりますが、イエローフラッグ、反則が発生しています。今のフラッグはか、本日の審判団は米国、米国軍チームの審判が派遣されています。軍隊は性質上非常にモラル、ディプシリン、規制を重視しています。したがって反則判定にはかなりシビアなものが出ているようです。それにダウンを先に取ったということですね。でくらい今の反則を取らずに2回目の攻撃に移るということです。さあセカンドアンテン、セカンドアンテン、右に流れてこのまま中央、これもよく止めた。誰したと落としましたが、ナイスディフェンス。しかしボールはティンパパしてますか。ここで中央のランプレーをドラゴンズ選択しましたが、プレッシャーからファンブル、自ら抑えましたが結果的にノーゲイン、むしろロスしてサーダウンと変わります。まさに連発ですね。ドラゴンズサーダン21、ドローンはオン。イエロー、バッチフォーメーションを選択します。これは止めたい。パスステーション、ビリー3枚。さあブリッジから、いけない、一気に止められるか。とここはいけ、あー止めてほしい。これでクォーターバックスクランブル。しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスペナルティー、フォールディング。相手選手を捕まえていました。沖縄ドラゴンズのラインがホールディング掴んでいたようです。これで本来であれば10ヤードなんですけれども、したがって10ヤード抜体しサーダウンやり直しとなります。残り距離がありませんのでハーフディスタンス、半分の距離の抜体です。さあ10ヤードありましたね。本当にもう1ヤード沖縄ドラゴンズサーダウン26。そうですよね、ボールのオン、ファイ、相手の選手はタイルの間エンドゾーンで止めるとセーフティーということになります。さあもう一回ブリッジかければ、先ほどブリッジかけました、奇襲かけました。前に6人ブリッジしそうです。いや下がった、結局3面。さあ奥に投げ込まれたが、これはパス、ムサロコ、フラッグ出ましたが、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。そうですね、ラインのところにも出ていますし、今のワイドレシーバーとディフェンスバックの絡んでるところにも出ましたね。ディフェンスペナルティーです。10ヤードの抜体、したがってサーダウンやり直しです。さあサードダウン、残り4、あまだありますね、はい、さあパスの奥に投げ込んだ、ここは通った、パスだよ、パス、見事中央へのパスが決まりましたね。ここで中央を
パス、このパスをドラゴンズキャッチし、ファーストダウン獲得。ターゲットはナンバー12ウィルソン・ディーラー、コンバスウィルソンスタイル。ちょっとディフェンスの切れ目のところを狙われてましたので、ちょっとここは集中しましたよ、ね。さあ、バースダウン、フレッシュです。更新しました。ドラゴンズファーストアンテン、そのままランディングバックにボールを渡しましたが、ここはナイスタックルです。琉球ナースです。ランディングバック2番ハンドオフから左オープン展開しようとしましたが、これは琉球がタックルし、ノーゲー。キャリアはナンバー2、キャレブ・マホン。いや、素晴らしいですね。チームを盛り上がりますね。むしろ2ヤードロスしています。沖縄ドラゴンセカンドアンド12、4ヤードロスしました。ボロンオン38 37。さあ、パスシチュエーションですが、ランです。これもナイスタックル。しかしタックルをかわしてからゴークヤード。ナンバー2はハンドオフから再び左のプレーのランプレー。今度は相手タックル外し役、ゴヤードのゲームタックル。ちょっと下分スピードが遅れたので、はいはい、味方も集まりやすくて、うん、被害を抑えて。キャリアはナンバー2、ケレムはホーン。沖縄ドラゴンズサーラン7、ここで迷子のお知らせです。アパッボールオン48、ここからホイッスト。ここの辺りの方放送にお願いします。迷子のお知らせです。アサトシンタ君5歳、アサトシンタ君5歳応募しております。それからアイコンの落とし物があります。こちらも心当たりのある方は放送ですのでお願いします。ここでタイムアウトを取りました。沖縄ドラゴンズがタイムアウト。ここで沖縄ドラゴンズ後半1回目のタイムアウトを取りました。そうですね、特にランプレーに関してはほとんど、第3クォーターに入りまして、琉球ガーデンライオンズ、ディフェンス、非常に健闘しています。可能性が高いので、先ほどから中央へのね、そうですね、これが結構、なんかドラゴンが決まってますので、また同じパターンで来るのか、しっかり頑張ってほしいですね。沖縄ドラゴンズ後半1回目のタイムアウトを取りました。ドラゴンズサーダンステップ、ボロンオン48。さあ、パスシチュエーションです。さあ、右を1回見てクォーターバックが下がりながら、このキープか、パスインコンプリート。クォーターバックプレッシャーを見ながらパスを投じましたが、カウンター気味に投げたパス、ワイドレシーバー2番キャッチできませんでした。パスを投じたのはナンバー9マイケル・ワトリー。ターゲットはナンバー2ケルフ・マホン。プレーがもう崩れて投げ捨てるしかない。ドラゴンズフォースダウン。さあ、これでパントに追い込みました。さあ、このリターンどこまで挽回できるか。2番のジャケル選手にリターンがですね、ドラゴンズフォースダウン7パントフォーメーション。ジャケル・ジョンソン、チームトップレベルの最速、なんとかスピードに乗ったランを見せたいと思いますね。リターン、さあ、パントです。このパントは琉球陣35ヤード付近でボールデッド、攻守交代となります。琉球ここからファーストダウン10です。さあ、この75ヤード
どう攻めるか。そうですね、プラーも絡めていきたいですね。中のプレーヤーが前半出てたので、はいはい、まあ、ディフェンスも意識すると思うんですけど、そこに打ち出すスイープだったりとか、オプションプレーを使ってみるのも、はい、そう選択肢の一つかなと思います。まだまだ体感出てますが、オフェンスラインがどこまでクォーターバックに時間を与えることができるか。琉球自陣25ヤードからファーストダウン。ここは本番です。さあファーストダウン、ショートダウン、裏構えます。ランニングバックに中央ダウンプレイ、そのままタッチ。しかしこれはアジャストされノーゲイ。キャリアはナンバー6番タイリー・ギルモア。タイリー・ギルモア琉球ガーディアンダイオンズセカンダンテンボールオン自陣25ヤード。ガーディアンダイオンズ次のプレー、ちょっとビッグプレーも見てみたい。奥に投げ込むのも面白いのか。さあ、藤原オープン投げる、ファーストアウト、ナイスゲッ、そのまま走り込む、ナイスゲッ、ファーストファースト、クォーターバック7番、ワイドレシーバー86番に勝った投手、86番、キャッチャンドでファースト、投げたのはクォーターバック7番、藤原、ファースト取ったのは86番のナグ。クォーターバックの後ろ、ショートスペースが相手のところに走り込んで、しっかりパスが決まりましたね。素晴らしいですね。もう本当に狙い通りのプレーでしたね。あ、もう最新のプレーじゃないですか。全然さあここでタイムアウトでしょうか。ここでタイムアウトです。今日のロングパスはようやく出たビッグプレーでした。これが突破口となるか。琉球ガーディアンライオンズ失礼、ここで第3クォーターが終わっていたようです。第3クォーター終わりまして、琉球ガーディアンライオンズ0点、沖縄ドラゴンズ22点。コース方向入れ替え、第4クォーターに入ります。